Hi. We need to cover your garage because it's direct and the trash is falling down. Yeah, and we need to cover it inside. Cover? If you don't mind, we can cover it. Okay. Yeah, please, can you open your garage? はい、おはようございます。アメリカ在住の残念系 YouTuber 浩平です。はい、はい、今日の動画はですね、ちょっとある告白をしたいなと思う動画になります。はい、まあ本当はね、あんまり言いたくないです。はい、そんなカッコつけれることでもないので言いたくはないんですけれども、ちょっと言っとかんと、もうなんか僕も一応やりにくいなっていうことを思っちゃったんですよね。で、まあそれを言うことによって、まあ何人かの人にはね、ある程度希望の持てるような人生になるかは分かりませんけれども、まあ多少光はある、まあこの人ってこんなやつでもっていうのを受けて、ちょっとポジティブになれるかなと、まあ思って言うことにしました。はい。まあそれとですね、まあ僕ね、まあ、僕のチャンネル、こう今一本動画を出すと、まあ大体ね、まあ動画にもよりますけれども、まあ1万人ぐらいの方には、見られるようにはなったのかな。はい、まあ僕もね、4年以上、やっていますし、うん。でね、続けていくと、まあコメントもね、まあたくさん、まあいただけるわけですよ。まあコメントとかね、見てるとない、あんまりないようなチャンネルもあるんで、いただけるだけでも、まあ非常にやっぱ嬉しいなと思うんですよね。はい。まあ、多分いただける理由として、まあ一番多いのは、まあアドバイス的なのは多いんですけれども、まあ賛否両論というか、まあ突っ込みどころが、まあ多いっていうのも多分あるんでしょうね。まあ残念系ですんで。まあそれもあるんですけれども、まあいいですよ。ね、ないより絶対あった方がいいです。でもね、まあそんな中、まあ全体のですよ。まあ 5% もいないかな。うん、まあ、やっぱね、一部で僕のアンチと言いますか、もう僕の悪口もうこれはただの悪口やろっていうような、まあ、コメントもいっぱいあるわけですよ。うん、まあ今日はね、そのアンチの方にも、まあちょっと言いたいと思って、これを機に、お話ししたいと。はい。でね、まあまずある告白っていうのは、何かっていうと、まあちょっと僕、まあ、英語。僕の英語ですね。はい。で、これが、ひどくて、アメリカに住んで、もう来月で僕19年目になるんですよね。19年目になるんですけど、英語があまり話せない。あ、ちょっとあんまり言いたくないんですけれども、まあ恥ずかしい。まあ正確に言うとね、まあ、これも言っとかんといかんなと思ったんですけど、まあ家ではでも何やかんや言っても英語やろと。言われる方も多いと思うし、ね、大学、ね、僕は大学こっちで出てるから、いや、英語やったやろと言われると、そういうコメントあると思うんですよね。まあ、それにもね、ちょっと最初言っとくと、まあ、一応、喋れないっていうわけではないんですけれども、しょっちゅう聞き逃しとか聞き間違いをするんですよ、英語。まあ、聞く方はちょっとマシ、まあ、聞くのもひどいんですけど、喋るのも結構ひどいから、あんまりその喋ってるところを取りたくないんですよね。うん。発音とかもあんまり良くないから。うん、でもね、まあ、今日ちょっと、まあ、言いたいと思うんですけれども、まあ、何があったかっていうと、今、まあ、昨日からね、家の、ほら、屋根、僕屋根が問題で、やっとスタートしたんですよ、屋根の工事が。はい。屋根、もう古いから交換しないとダメなんですね。で、昨日から工事始まったわけです。で、まあ、その業者さんね、まあ、いろんな業者さん、アメリカ、カリフォルニア州だと多いんですよね。いろんな人種といいますか。例えば、まあ、アメリカ人、もちろんアメリカ人の業者もあるし、メキシコ人の業者もあるし、台湾、中国のね、業者とかも、ね、中国人の業者とかもあるし、アラビックとかね、まあそういったいろんな業者あるんですよ。で、僕は、メキシコ人のね、ちょっと会社を選んだわけですよ。まあすごい人の良さそうな人だったっていうのと、まあ値段もね、安かった。その、調べた中では最安値っていうのと、あと何よりクレジットカードで支払っても OK っていうことで、で、もうやったんですよね。で、昨日来られて、まあ、じゃあ今日から始めますよと言ったんですよ。で、じゃあお願いしますということで始めて、で、そしたらね、あ、今ちょっと、今また屋根始まったんで、ちょっと音うるさいかもしれないんですけど、まあ、昨日のやってる作業としては、屋根を、もともとついてる屋根をピュピュって落とさないとダメなんですよ。古いから。新しい屋根つけないといけないから、その古い屋根をね、バーッと落としてたんですよね。バーッバーッと。まあ、それも結構時間かかって、
もちろんかかるものなんですよ。で、そのやってる途中で、またどんどんどんと、僕の家に来たんですよね。で、何かなって思ったら、そのメキシコ人の業者の人、今度ガレージのね、屋根も落とすと言って、ああ、もうやってやってって言って、で、なんでわざわざ言いに来たんかなと思って、やってる最中に持ってたんですけど、で、カバーつけてもいいかみたいな感じで優しく言ってくれたんですよね、カバー。で、僕そのカバーパッと聞いた時に、ポンと下に地面にカバーを引いてガレージの屋根をピュッピュッて落とすもんだと思ったんですよね。実際他のところはカバーあってそれを落としてる場所もあるから。ほんで、やってやってやってってこういう感じで聞いてたんですよね。ちょっと僕も仕事中だったんであまり深くちゃんと話しなかったのが悪かったんですけど、で、終わったわけですよ。じゃあ OKOK って言ったんですよね。で、そのまま、じゃあ夕方になって、帰られたわけですよ。で、そしたら僕帰られた後に僕ちょっとガレージで仕事の商品あるからそれ取りに行こうと思って取りに行こうとしたら、すっごいもう屋根がもうバーッとガレージの中にめちゃくちゃ落ちてたんですよね。で、洗濯機の上とか乾燥機の上ももう屋根だらけ、かけらだらけになってるわけですよ、古いので、なんかゴミとか。で、それだけじゃなくて、基本ガレージにあるのはガラクタなんですけど、たまにちょっと商品とかもちょっと混じって置いてあるから、それもちょ箱が開けっぱなしのやつとかもあったから、もうぐちゃぐちゃ、黒くぐちゃぐちゃになってて、これの仕事はあかんやろうと思って、一瞬ビャッとイラッと、すごい腹立ったんですけど、それが実は後でピュッと思ったんですよ。一旦家戻って、あ、ちょっと待てよと、昼間にそういえば一回どんどんどんと開けに来た時カバーどうのこうのっつってたなって思って、よく考えたらこうやったんですよ。これはもう僕が悪いんですよ、絶対に。カバーしたいっていうのはそのガレージの中のものに、いわゆるかけらがそのガレージを真下に直撃するから、カバー引いてあげるよっていう意味でわざわざ言ってきてくれたのに、僕はそれを理解しなかったんですよね。外側やと勝手に理解したんですよ。だからなんで言いに来てたかっていうと、ガレージをオープンしてくれってしてほしいっていうのを言ってたんですよね。それはもう僕が絶対聞き逃したんですよ。で、その自分にむちゃくちゃ腹が立ったんですよね。もうほんと自分の英語嫌やなぁと思って、いやもう恥ずかしいなぁって、僕もうほんと去年とか一昨年来たアメリカに来たレベルじゃないですからね。でね、一応今日の朝、今2日目なんですけれども、またメキシコ人の業者来たわけですよ。で、もしかしたら昨日言おうとしとった意味ってガレージ開けてそこに引きたかったわけ？って言ったら、そうそうそうって言って、あちゃーと思って、そういった恥ずかしい体験ですので、あ、そうか、ごめん、イングリッシュ、ベリーバーとか言ってもうすごい悪くて聞き取れなかった、そういうことやったんやねっつって、で、もうこれはもう僕の責任っていうか、僕は聞き取れなかったから自分でもうこれ掃除しますっつったら、その人、一緒にするっつって、なんかそのブロワー、いわゆるヒューって飛ばすやつもいいの持ってるみたいなんで、ちょっとそれで助かるから、それでやってあげるっつって、もうこれはそのままでほっといてって言われて、もうどうせこのままになってもまた上から乗るだけやからっていう判断になっちゃったんで、もう今掃除せずにね、ちょっと置いてある状況なんですよ。はい。で、コメントでね、よく、たまにあったんで、いやこいつ英語喋れんやろとか下手やろとか、よくたまにあるんですよ。で、僕あんま喋ってるところ映してないから、でして、ちょっとアンチの方に言いたいんですけれども、すいません、そんな流暢に喋れません。そしてこうやって聞き取りの問題がね、よくあるんで、こういったこともね、多々あるんですよ。レストランに行っても、ちょっと自分の想像してたものと違うものが来たりとかね、そういうこともあって、それをちょっとアンチの方に言いたいなと思った動画です。で、あと、こんな僕でもね、なんとかこう異国の土地で、やってってるんで、皆さんでしたら、余裕でね、こんなバカでもやってるって思ってもらえたら嬉しいなと、それをね、言いたかったんですよ。はい。ではね、ちょうど、ちょっと屋根また始まっちゃったんで、今ね休憩されてたんですよね。なんかコーラとかいっぱい、コーラやっぱお好きなのかな。でね、あと電気の配線なんて、電気もね今ちょっとすごく問題なんですけれども、やっぱり業者の方と電気は電気で連絡してるんですが、
っぱ部品がないのかな、難しいのかな、ちょっと時間かかってるみたいで、今一番、まあ、コスパよくできる方法をちょっと練ってもらってるとこなんですよ。またその辺もね、あの屋根の、まあ、過程と一緒にアップデートしていきたいと思います。はい、今ねちょっとちらっとお見せすると、ちょっとああいう風にね今外れてるのがあるんですけれども、ああいうのをね今取ったりとかして、こういう感じでね今落としまくってる最中なんですよ。でね、次の工程としては、これ屋根落ちたら、ま、上をなんか一回きれいにしないといけないのかな、いわゆる木きれいにして、そこからいわゆる町シティ町の人が、確認しに来るらしいです。このまま作業続けてもいいですか的なものを、市の許可を取らないといけないみたいなんですね。でそこでまた新しいのを載せるという過程で、その1日とか2日ではいかないということなんですよ。はい、ではね、あのまたちょっとアップデートをしていきますんで、また今日はね久々というかいつもかもしれませんけれども、また恥ずかしい一面をお見せしました。はい、ではですね今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。